タスキクルは三章立て染めの一幕、馬切りの馬氏の八蔵と三十七郎義高の役者へ。三代目、中村中蔵から1886年12月24日、とは、幕末から明治初期にかけて活躍した歌舞伎役者。屋号は、スズメや、舞鶴や。拝命にシュスズメ、修鈴芽、舞鶴、修閣など。江戸日本橋住吉町に生まれる。陽明富太郎。 父は、元足軽から、浅草の宿屋の番頭を務めた人物で、母は、武踊し賀山流家元の三代目し賀山生。父の死後、振付師の修行に入ったが、文化十一年の冬、歌舞伎役者の五代目、中村伝え苦労に入門し、中村鶴蔵の名で、文政元年十一月、江戸中村座、伊勢平施設神風で、初舞台を踏む。その後江戸や、 地方の舞台で修行を続け着実に力をつける。蘇我の対面の並び大名を務めた時に、七代、市川團十郎から絵門をきちんと畳んで心がけが良いと褒められた逸話が残っている。脇役として、師匠や四代目、中村歌絵門に重宝され、永五年に、歌絵門が大阪で死去した時は、遺骨を携えて、江戸に帰っている。出世芸は、楓六年、 中村座の、友花市上浮きな横串の川堀安で、生涯の当たり役となった。安政元年には、実力が認められ、名題に昇進。二代目、川竹新七の作品で四代目市川賞、段次の相方を務め、江戸歌舞伎にはなくてはならない存在となった。慶応元年10月、市村座で三代目、中村中蔵を襲名する。明治以後は、長老として、重きをなし。 九代目、市川段十郎や五代目、小野菊五郎と舞台を共にする。一方では更新の指導に当たる。明治十九年、中村座新築の工場を最後に舞台を引退、ほどなくして没した。ワニ口とあだ名されるほどの大きな口で要望には恵まれなかったが、仇役、吹け役、所作寺に優れ、門伐外から幹部俳優に這い上がった人物である。当たり役は、 上記の川堀安のほか奏本中心蔵の加古川本蔵、村井町安の早則三次、梅子で昔八条の家主、長兵衛などがあり、そのほとんどは四代目、小野松助に継承され現在に伝わっている。文祭もあり、自助伝、手前味噌、苦衆、絶句帳などの著作を残している。五歳は四代目志賀山まウィキメディアコモンズには、 中村中蔵に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。